です。ということで今私お風呂に入ったばっかりでとっても気持ちいい気分でございます。そしてお風呂上がりのビール、まあノンアルなんだけどね。で出かけてて帰ってきてちょっとね遅くなっちゃったんですよね。なので今もう深夜なんですけども、深夜のお風呂上がりに夜食を食べたいと思います。今日も今日とて暑い暑い、皆さんお疲れ様。ここチューブ、うまかっちゃんなんですけど、私お風呂上がりで暑いんですよ。普通にラーメン食べるんじゃ暑いかなと思って、今日はねこのねうまかっちゃんを冷やしラーメンにして食べたいと思います。今マジで深夜だから今日は控えめに3つにしたいと思います。あとの2個はおるき番。まずはお湯を沸かします。いいですね、うまかっちゃん久しぶりですわ。なんだかんだでインスタントラーメンでベスト3に入るぐらいうまかっちゃん好きですね。じゃあこちらでお湯を沸かしていきます。具材の準備をしていきましょう。まずは冷やし麺っていうことで貝割れ、オッケー。続きましてトミトン、あとはチャーシューと紅生姜、ネギも用意しました。これも出来上がったら乗せていきたいと思います。お湯がそろそろ沸いてきました。茹でていきます。ほい、はい、これで3分茹でます。夏になるとインスタントラーメンを冷やしで食べるの流行るじゃないですか。だから今日はねそれをうまかっちゃんでやろうと思うんですよ。あー絶対美味しいのができるよね。茹で汁をちょっとだけ拝借します。お玉2杯分ぐらいかな。そしてこの少量の茹で汁に粉末を入れていきます。 OK、 すっごい湯気やばいね、もっくもく。じゃあ水で締めていきます。なぜ今日は冷やしうまかっちゃんだから。よし、麺の準備は OK。 先ほどね少量のお湯で粉末を溶いて今濃厚なスープができてると思うんですけど、ここにドン氷を入れます。いっぱい入れちゃう。さっき茹でた麺の方にも上に乗せておきますか。よーく混ぜます。これだとちょっとしょっぱいかな、味見。うん、しょっぱい。やっぱ水入れる。こんなもんかな。冷やし麺だからこれぐらいがちょうどいいかな。ではスープも完成。そしたらこの冷やした麺をね盛り付けて、ここにさっきのスープをかけます。食べにくいんで氷はね入らないようにしておきます。そして先ほどの具材をのせる。完成しました、冷やしうまかっちゃんです。よしよし、早速食べていこう。それではいただきます。そして改めて乾杯。あーよし食べるぞ。今体感的にはね夜中の1時ぐらいだと思ってたんですよ。でもね今時計見たら2時39分だって。結構結構な夜ですね。あ、そうだそうだ、このオイルね最後にかけたいと思います。もちろんね3袋分かけます。このオイルが美味しいですからね。油かたぶーらふうふうしちゃったよ、冷やしなのに。うん、やばい、めっちゃくちゃ美味しい。
美味しいです。味見した時はさ、スープ濃いかなと思ったんですけど、冷やしの場合は濃いめの方がやっぱりいいかも。ちょうど良くなってますね。うん、あーやば、生野菜とも合いますね。やっぱり間違いないです。うまかっちゃんは冷やしても美味しい。キムチとも食べてみます。合うと思うんですよね。うまかっちゃんってさ、高菜味とかあるから、辛いのとも合うと思う。あと九州といえばね、明太子ですから、キムチもね、辛い仲間として合うと思う。うん、うん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 、冷やしラーメンってね、塩ラーメンとかで作ったことあったんですけど、豚骨では初めて。でもめちゃくちゃ合う。あー美味しい。まあ、紅生姜は普通にあったかくしてね、食べる時も入れますもんね。合わないはずがなかろう。うん、うん、紅生姜入ると一気に冷やし中華っぽくなりますね。これもしかしたら今回はね、お肉をチャーシューを準備したんですけど、冷やし中華みたいにハムでもいいかもしれない。そしたらもっとさっぱりと食べられるかも。わあ、ネギもたっぷり乗せましたから、ネギもね。ここチューブ。今日の昼間、おじゃまじゃドレミのコラボカフェに行ったんですよ。友達に誘われて。おじゃまじゃドレミって私が小学校か中学校ぐらいの時にやってたんですよね。その頃から好きな作品ではあったけど、今見直すと違う視点で見れてすごい楽しいんですよね。私の大好きなときメモもそうなんですけど、10代の頃は先輩キャラとか年上が好きだったんだけど、自分が大人になると後輩キャラが好きになるの。これないものねだりよね。ないものねだり。今日もそれはそれは暑かったんですよ。だからないものねだりで冷たいものが食べたくなっちゃった。今年の夏もたっくさん冷たい麺食べていきたいですね。美味しかった。2本目、氷霊、これ初めて買いました。カロリミットって書いてある。これはノンアルコールのグレープフルーツのチューハイなんですけど、キリンとファンケルがコラボしてるんだって。キリンとファンケルがコラボするなんて、竹脇まりなさんと私がコラボするみたいな感じですよね。異色のコラボ。乾杯。前に普通にチューハイ。本当にこれノンアルコール 0.00% ノンアルコールだ。でカロリーゼロなんだけど甘い。よく飲んでたアルコール入りのチューハイのグレープフルーツ味よりも甘い。え、これ0キロカロリーなの。糖類もゼロだって。すんご。これ言われなかったらノンアルコールって分かんないぐらいすごいナチュラル。
ノンアルコールってすごい失礼なんですけど、美味しくないイメージがあったんですよね。ノンアルコールを飲むぐらいだったら別にお茶を飲めばいいやみたいな。ノンアルコールのビールもそうですけど、最近のノンアルコールはすごいですね。てか待って、今日ゆで卵も乗せようと思ったのに忘れた。なんか足りないなと思ったら黄色が足りないんだ。あー、やっちまった。今から生卵乗せようかな。いやでも最近さ、何でもかんでも私卵乗せてるから、ちょっと今日は卵なしで食べよう。これだけでも美味しいし、卵かけたら何でも美味しくなりますからね。バターもそう、マヨネーズもそう。今日本当はさ、麺だから丸いつも使ってる大きいねお皿に乗せたかったんですけど、3玉だとおしゃれな高級レストランのパスタみたいにお皿にちょんぐらいにしかならなかったんですよ。だから長方形のお皿を使ったんですけど、コブサラダみたいになっちゃいましたね。コブラーメンみたいな。キムチ美味しい。つい今ね、あさっての方向を向いてこれ飲んでたんですけど、何がこっちにあるかっていうとね、お花、お花があるの。私実家に行った時に親がフラワーアレンジメントを趣味でやってて、その関係で家中めちゃくちゃ花だらけだったんですよ。綺麗なことは綺麗なんですけど、あまりにも花だらけだから、あんまりお花をね特別視してなかったんですよ。なんならどっちかっていうと玄関とかにたくさんお花飾ってあるから、そのお花が散って、散ったね花びらとか葉っぱが自分のね靴の中に入ったりとかするのがすっごい嫌で、ちょっとお花飾るのやめてほしいなとか思ってた時期もあったぐらいなんですけど、年取ったんですかね。いいですね、お花。毎回私がねお花買ってきてるわけじゃないから、お花の名前ねわかんないんですけど、今回のお花はめちゃくちゃタイプなんですよね。なんて言うんだろう、これ。いつもね、いろんなお花買ってきてくれるから、それもそれで可愛いんですけど、特に今回のお花、私好みなんですよね。お花が綺麗って思えるってことはさ、心に余裕があるっていうことかもしれないし、はたまたお花を飾ってることによって心に余裕が生まれるのかもしれないし、まあどっちかわからないんですけど、お家にお花があるのっていいですね。すごい癒される。一時期ね、お花をね買わなかった時期もあったんですよ。でもやっぱりね、お花を買わなかった時期ね、今思えばね、後付けかもしれないけど、もうあんまり調子が良くなかったような気がする。だから昔はさ、お花なんかにお金かけるぐらいだったら気にかけたいとか思ってたけど、なかなかいいですよ、お花。あー、美味しかった。ごちそうさまでした。ココチューブだぴょん。はい、ということで今日は深夜のお風呂上がりに冷やしうまかっちゃんを食べてみました。すっごい美味しかったです。とっても簡単に作れるので、ぜひ皆さんも作ってみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。
回のお花だ。わかる方